かというと、その一枚一枚のデッサンは素晴らしくて、作者の深い思いが込められていて、手にした時に一体どこから手をつけたらいいのかと思うほどでした。そしてちょうどその頃、孫が遊びに来た時になんと76色の色鉛筆を持ってきたではありませんか。孫に期間限定で貸してほしいと頼み、願いも虚しくダメでしたダメだったんですね。仕方なく自分で24色を買い、せっせと塗っている毎日です。この素敵な画集に自分なりの色を加えていくと、林部さんの思いを馳せることができたような気持ちになって、楽しくて幸せな時間になっていますということですね。よかったです、僕のグッズで。これで僕のグッズじゃなかったら恥ずかしかったです僕は塗り絵を出させてもらって、もともと塗り絵用に描いているものじゃなかったので、鉛筆で1本でね、デッサンをしているものに、色鉛筆で色を塗ってみたらどうだろうかっていうことでね、塗り絵をグッズにさせてもらったんですけど、だからね、結構普通の塗り絵とは違って、本当にどう手をつけたらいいのか、普通の絵に対して色を塗るってあんまりないことなんですよ。塗り絵用の絵にやっぱり色をつけるっていうのが当たり前だったと思うんですけど、なかなか貴重な体験をできるんじゃないかなと思うんですけど、なんか大人の固定観念、子供もそうなんですけど、その太陽の色は赤とか、魚の色は青とか、カエルの色は緑みたいな、なんかそういうのを一回取っ払いたいんですよね、僕は。なんかカエルなんてやっぱグレーで塗ってもいいわけじゃないですか。グレーの子もいっぱいいるんでね。で、お魚なんかやっぱり銀で塗ったりとか、いろんな魚の色、赤もあるだろうし、なんかそういう固定観念を、こう子供が今当たり前に色を染めちゃってる時だと思うので、なんか一回取っ払って大人も挑戦してみたい、なんか大人の塗り絵ってそういう魅力があるのかなって僕は思うんですよね。はい、ということで。